広沢健一3月15日から2003年2月15日は、日本の政治家、政治活動家、日本社会党から衆議院議員当選1回、男性。東京府出身、1942年早稲田、大学政治経済学部卒、第二次世界大戦敗戦後、大内表へ、鈴木もサブローの社会主義政治経済研究所所員と、 なり、1949年に日本社会党、本部書記となる。その後、鈴木の秘書を務める傍ら、党政策審議会事務次長、組織部長企画室長を歴任。1959年、浅沼稲次郎社会党書記長を団長とした中華、人民共和国法問団に随行した。浅沼は、右派の出身で、左派で、鈴木も三郎、佐々木構造派の広沢を、 極左と呼んでいた。しかし浅沼は、極左、広沢に演説の総行を命じ、広沢は意を組んで、左派色の強い総行を書いた。広沢は、文中、アメリカ帝国主義について、お互いは共同の、何にすべきか迷い、敵、課題などの候補を用意したところ、浅沼は決然として、敵を選んだという。結果として、米帝国主義は、 日中共同の敵発言として報じられた浅沼の演説は中国側からは歓迎されたがアメリカ合衆国はもちろん自由民主党さらに社会党内からも大きな批判を受けることになった1963年第30回衆議院議員総選挙で東京都第1区から社会党公認で立候補したが時点で落選した元々は 東京都第6区からの立候補を予定していたが、佐々木派を支援する前提の法事文彦は、安田龍の擁立を要求し、さもなくば前提は、東京都内の社会党候補を支援しないと主張した。そこで、広沢を他の選挙区に倶り返させることになった。東京都第1区は、浅沼稲次郎暗殺事件の後、稲次郎未亡人の浅沼京子が一騎務め、 京子は亡き夫に近い人物を後継に望んでいた。東京都第一区からは、加藤清正、岡健志郎らが立候補の動きを見せていたが、佐々木派の蘇我雄二が強引に広沢を倶楽えさせた。憤慨した京子が、中央執行委員会で、委員たちを片っ端から呼んで、蘇我の陰謀に引っかかるなと言ったために議論は、紛糾したが、最終的に前提の意向を立てに、 広沢の一区からの立候補が決まった。なお、東京都第六区から立候補した安田も落選した。1967年、第31回衆議院議員総選挙で引き続き、東京都第一区から立候補し、初当選。しかし、1969年、第32回衆議院議員総選挙で落選し、選挙区を加藤に明け渡すことになった。その後は、 労働大学講師、日中友好協会委員、木村経済研究処理事など歴任。左派として、社会党の社民主義化を批判し、反米、国際連合検証用語、語憲などを主張した。晩年まで左翼統一戦線の必要性を解き、社会党の後継である、社会民主党をはじめ、新社会党、日本共産党などの党員と信仰を結んでいた。 2003年2月15日、東京都渋谷区の病院で心筋拘束のため死去した。ありがとうございます。